バーチャルゲーマーキズナアイです。さあテトリス、今回はまずは15位以内を目指します。さあ前回のおまけパート見てくれた？無言でね、収録外だと17位になれるのを証明できたので、ここねちょっと頑張っていきたいと思っている。テンションだだ下がる。ちょっと待って、待って、ちょっと待って、まだいけるよね。よしよし、まだ全然いける。うん、待って、これ3回、今日はね自分の中でチャンス3回って決めてるの。ちょっと待って、本当に待って、大丈夫、ケチャップか。大丈夫だと思いたいですよね。はい、大丈夫、ウブであってほしい、頼む。なんとかなりそうな雰囲気ない？どうだ、ヤバみ？ちょっと、ちょっとなんかしくじりすぎて、ティースプーン、ティースピンどころではない。ちょっと待って、なんでこうなるの？こんなの絶対おかしいよ。頑張ってこ、大丈夫。うん、耐えろ、やばい、はーん、タンタンタン。ほら、だって喋りながらだったし、そしてちょっと焦りまくって言い忘れましたが、今回3回挑戦して15位以内に入れなかったら落とし穴に落ちます。テトリスだけに落ちていくスタイルで行ってきますよ。まあただね、もし15位以内に入れたら、ラブライブのスクフェスオールスターズっていうアプリが多分年内の秋にリリース予定なんですよ。それに向けて貯金をしていきたくって、なのでこれで15位以内が取れた場合は、ですね、まあ、それ用の貯金が1万円増えますよみたいな感じですね。ちょガチなんで欲しい、ガチャ回したいから。いいよ、とりあえず埋める。ガチなの、ごめん。だってみんなもガチャ回してるとこ見たくない、私が。でまださ、秋まで結構時間があるからさ、今のうちにこういう感じで大人に交渉をし、貯金をしていくと、頑張ったら10万円以上とか回せちゃうと思うんだよね。だからちょっと頑張っていきたいわけなんですよ。あ、間違えた。
タンタンタン、はい、いいよ。あ、待って、いい、あ、あ、いいよとか言って油断したらすぐこれ、はあ、もう意味わからん今のも、はあ、はあ、ヒッヒッフー、まだ全然いけるから余裕のよっちゃんちゃん、ではは、えっ、うん、いけてるいけてる、うん、やめろ、お願い、お願い、マイメロディ知ってるこれ、女の子は恋ですぐに変わる、くるくるシャッフル、あ、お願いマイメロディ、伝えたいの一つだけ、ハートの裏側は君の名前書いてる、やばい、あ、やべえ、あー、ちょっと待って、やばいやばい、なんで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 、もうこれは収録外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 、喋らん、絶対一言も喋ってやらん、いつも喋らないとか言って喋っちゃうもん、喋んないから本当に、ほっそ、起きそう、喋らないと怒られるかな。まだ50円でもないんだよな。
なるほど。なるほど。なるほど。やばいやばいやばい。マジで。あ、やばい。あ、おわ、やったわ、もうほっと、やった。マジかよ。お、これは、やばい。これは、やばい。あ、もうどうしようもないじゃんか。あ、もうほっと痛い、今のは。やー、すっごい。